すべてが荒れ果てていく。過疎地は日本全土の 40% を超した。過疎地の人口の減少はやや鈍化したものの、今なお続いている。高度成長下、最も早く人口が流出した中国山地。山あいのこの集落では、昭和35年からの10年間に家も人も半分に減った。許可離村が続いたのである。米の生産調整、いわゆる減反政策がさらに過疎を進めた。かつて稲穂の揺れた水田が原野になった。だが、こうした過疎地にあって新しい生活を築こうとしている人々がいる。中国山地の町、島根県瑞穂町。この過疎の町に大都市から戻ってきて酪農に取り組む青年がいた。稲田さん、32歳だ。大阪で10年近く商売をしていたが、都会暮らしをやめてこの山を15ヘクタールほど買い入れ、牛飼いを始めた。農家の出とはいえ、乳牛を飼うのは初めてだ。各地の酪農家のところへ見学に行って、搾乳の方法をはじめ、牛の飼い方を決めた。現在、成牛20頭、子牛8頭を飼っている。土地を増やし、50頭にする計画だという。奥さんも手伝いに来ていた。家は数キロ山を下ったところにある。奥さんは牛を扱うのは全く初めてだ。彼らには小学校3年生の女の子と1年生の男の子がいる。出て行って、まあやっとるうちもいろいろ都会もな、まあ空気も悪いし、まあいろんなことで、まあ、まあある程度のまあ仕事を田舎へまあ帰ろう思ったんですけど、帰ろう思って、まあ一生懸命向こうで商売やって、でまあ、ね、一応切りをつける時期が来たもんでね。牛はどうして牛を考えたの？牛はまあ大体田舎にがずっと百姓だったもんで、それでまあ牛をいつも使っとったですね。でまあ和牛はちょっとどうも面白ないんで、でまあ乳牛をやろうか思ってですね。牛は好きなんですか？そうです、牛がまあ一番好きなもんで、でまあやり、まあ、こちらへ帰るあれをしましてね。でまあやりかけたわけです。やり始めてみてどうですか？まあもう都会出る気は全然ないですしね。もうこれで自分の一生はやるつもりで。見通しはどうですか？まあまずまあいろいろまあ問題ありますがね、まあなんとかいけるんじゃないか思うんですけど。奥さん、その牛を飼う生活はどうですか？まあ私も初めてだったんで、まあ見るもの聞くもの全てあれだったんですが、まあ今はどうにか慣れて、まあまあついていけるようになりました。こち
ちらの生活は、暮らしは。まあ都会に比べたらまあ空気もいいですし、まあ家でお米と野菜なんかは家でなんできますしね。まあ都会よりかは気が楽に暮らせるんじゃないか思いますが。子供たちはどうですか。初めのうちはやっぱり向こうに友達がおりましたしあれだったですけどね。今頃はもう夏休みに一遍は実家の方へは出ますが、それ以外はまあこっちの方が子供も伸び伸びしていいんじゃないか思って、今全然都会のことは言いませんが。稲田さん、これから先一番問題になるのはどんなことでしょうか。まあこれからは一応まあ僕らもやりだして、まあいろいろ勉強したいうもののね、実際にやりだしたのはまあ今年ですし、ですからまあいろいろこう牛の研究とかですね、まあ飼料作物の研究、まあそういうものが一番大きな問題になるんじゃないかと思うんです。まあ飼料高い、この購入飼料高いですしね。まあ、だからまあ僕の考えとしてはまあ装置をできるだけ持って、まあ草をの収量をね、いい草をまあどれだけあげるかいう。一番の問題は土地っていうか装置っていうか、その辺を。やっぱり土地がないとね、牛は飼えんいうのをまあ僕はまあ持っとるわけなんです。まあいろいろ聞きますが、まあそれは牛を飼ってね、それから今度まあ草を作ろうかいうのは、これはこれからちょっと難しいんじゃないかと思うんですよ。やっぱり食べるものがあって牛を何頭にするとかね、そういうのがまあこれからなるじゃないかと思うんです。酪農の将来はどんなふうに。まあ問題はありますが、まあなんとかそういうような、まあ今の僕が考えとることでやっていけるんじゃないかと思うんですが、まああんまり大きいことは言いませんけど。とにかくまあ草を作りね、それからまあ牛を、まあだから頭数をまあ50という計画は持っておりますがね、やはり草の出来具合によってやっぱり牛も増やしていこうという考えでやっとるわけです。